諸君はスポーツ中に危険を感じたことはあるかな？今からおよそ900年ほど前のイギリス東部オックスフォード、人々が行き交う市場の真ん中を上半身裸の男たちが駆け抜けていく。彼らが追っているのは一人の青年。やっとの思いで青年を捕まえた男たちは寄ってたかって青年を殴り始めた。誰か助けてください。耐えかねた青年は助けを求めたが、これに応える者はいない。やがて青年は血まみれになり、手足が痙攣し始めた。それでも男たちが手を緩めることはない。様子を見ていた通行人たちは大きな歓声を上げていた。一体彼らは何をしているのだろうか。実はこれは中世のサッカー。ミッドナイトムーン、プレゼンテッドバイアルゴミトリ。まあでもあぜ、スキータラス今宵も最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だぞ、言うの。闇人形のヤミルですわ。人間どもが泣き叫び苦しむデスゲームを考えるのが最近の趣味ですの。ヤミル君はジグソーを目指しているのかな。さて今回はそんなヤミリ君にぴったりな話題、中世ヨーロッパのサッカーについて。その実態はスポーツとは名ばかりの残虐なものだったんだぞ、言うの。騎士のたしなみ。遡ること約1500年前の西暦450年、現在のイギリスに位置するログレス王国。町外れにある草原に屈強な男たちが集まっていた。彼らはアーサー王の騎士たち。いずれも重い鎧を身につけ剣を携えている。おのおのしばらく談笑していたのだが、やがて5人程度のグループに分かれ向かい合った。そして1人がボールを真ん中に放った瞬間、それは始まったんだ。基本的にはボールを蹴り合っているが、中にはボールには見向きもせずに蹴り合いに興じている者もいる。そして騎士の1人が草むらにボールを蹴り込むと、争いはピタリと止んだ。彼らは一体何をしているのだろうか。一見ただの喧嘩にも見えるが、そうではない。実は騎士たちは中世ヨーロッパで人気だったボールというスポーツを楽しんでいたんだ。ルールはボールをゴールと定められた草むらに蹴り込んだら得点が入るというもの。何かに似ていると思わないかい？そう、実はこれこそサッカーの起源だと言われているんだ。ただしこのボールというスポーツには現在のサッカーとは大きく異なる点がある。それは殺人 OK だということ。私も鎧を身につけて華麗に敵を倒してみたいですわ。いやみり君、興奮しているところ水を差すようで悪いんだが、当時のサッカーはそんなにかっこいいものでもなかったんだぞ。まず使っているボールは木の皮と豚の皮を縫い合わせて作ったもの。これを油で煮てヌメヌメにしてプレイしたんだ。なぜにヌメヌメ、意味わかんないんだけどって思ったミッドナイトも多いだろう。ヌメヌメにしたのはボールを蹴りづらいようにする工夫だと言われている。うむ、ますます意味が不明だろう。次にゴールなんだが、当時は草むらと草むらの間をなんとなくゴールと決めていたそうだ。つまり旗から見るとこうなる。鎧を着た立派な騎士たちが集まってヌメヌメのボールを草むらに蹴り合っている。やっぱり遠慮しておこうかしら。そうだね、ヤミリ君、足がヌメヌメになるのは嫌だしね。でもどうして騎士の皆さんはこんな気持ち悪いスポーツをするのかしら。実は彼らがボールを蹴るのにはちゃんとした意味があったんだぞ。当時の騎士たちは戦争の際に恐るべき行為をしていたんだ。戦争で負けた側の将軍は敵に捕まると大抵は処刑される。処刑方法は斬首刑が多かった。そして処刑後遺体が丁重に葬られるなんてことはなかった。なんと騎士たちは切り落とした敵将の首を蹴り合っていたんだ。ではどうしてこのような残酷なことをするのだろうか。これにはログレス王国が農民の多い格差社会だったことが関係しているんだ。当時強国が攻めてきた際には農民にも鎧を着せ戦場に送り込んでいたのだが、中には怯えて逃げ帰る者も多かった。そこでアーサー王は生首を蹴ることで相手を殺すことへの抵抗を減らし、農民に自信をつけさせようとしたという。また将軍の首を蹴るのには逃げたらお前も同じようなひどい目に遭うぞという脅しも込められていたようだ。そしてこの生首を蹴る文化はやがて戦の前にボールを蹴る行為に変化していく。これには首を蹴る予行練習や勝利の前祝いといった意味が込められていたという。これがイギリスがサッカー発祥の地と言われているゆえんだ。そんなボールはここから近代的なスポーツに進化していくかと思いきや、それは大間違い。なんとボールはこの後さらに野蛮で残忍な方向に発展していくんだぞ。首を切り落として蹴り合うなんてゾクゾクしてきますわ。今すぐやってみませんこと。それは誰の首を使うつもりなのかな。ちなみに先ほど説明したボールをヌメヌメにするのには生首の質感に近くするためという説もある。それはさておき、ここからはボールの斜め上すぎる進化の様子を見ていこう。国を揺るがすサッカー。
アーサー王の時代から約900年後の1303年、騎士たちが愛したボールは時を経てオックスフォード大学の学生がたしなむスポーツモブフットボールに変化していた。フィールドは街全体、手を使うのも OK という現代のどのスポーツともかけ離れたものだった。ルールはというとないに等しく、審判すらいなかった。だから当然というべきか、試合が始まれば街はカオスとなる。オックスフォード大学とアイルランドの学校の試合が行われた際には街全体が暴動のような状態になったそうだ。その時は一人の青年が相手チームの生徒にナイフで刺し殺されている。この時点でかなり異常なのだが、これはほんの序の口に過ぎない。時にはボールを奪うためだけに落ちている石を使って頭を叩き潰すこともあった。そう、この時代になってからも殺人 OK のルールは変わっていなかったんだ。たかがスポーツのために頭を叩き潰すなんて、たぎってしまいますわ。相変わらずだね、ヤミリ君。そんなモブフットボールを知る貴重な資料としてある詩が残されている。それはこんな内容だった。傷ついた筋肉と折れた骨、不協和音の争いと無益な打撃、老年期に足が不自由になり、その後フグになる。これらはモブフットボールの美しさ。この詩の通り、多くの若者がモブフットボールで大怪我を負い、時には命すら失ったというんだ。これを重く見たイングランド王エドワード2世はロンドン市長に命じてモブフットボールを禁止する条例を作らせることにした。しかしいくら禁止しようが、血の気の多い学生たちはモブフットボールの名称やルールを少し変えただけのゲームを次々と考案し、法の穴をくぐり抜け続けたんだ。対するロンドン市長も黙っていない。怒った市長はモブフットボールの騒音が悪霊を呼び寄せるとの説を流した。当時のロンドンは信心深い者が多いキリスト教社会だったから効果てきめんだと思ったのだろう。ところが学生たちは全く意に介さず殺人サッカーをやり続けた。そこでついにロンドン市長はある法律を定めることに。それはボールを使う競技全面禁止。それじゃあモブフットボールもなくなってしまいましたの？それは考えが甘いな、ヤミリ君。人間は禁止されると余計にやってみたくなる生き物だ。ここからモブフットボールはより過激なスポーツに進化していくんだぞ。完成されたデスゲーム。法律で禁止されたモブフットボールの競技人口は減るどころか増え続けていた。一体なぜだろうか。それは度胸試しや闇賭博の対象としてならず者たちが愛好し始めたから。そして大学生からならず者たちにプレイヤー層が変わったことでモブフットボールはより凶悪なスポーツに進化していくんだ。ではどんな内容に進化したのか、その全貌を見ていこう。スタートするのは午後の1時か2時頃。街の広場に数百人の男たちが集まってくる。男たちのほとんどは上半身裸だ。そんな彼らは2つの街から来ていて、それぞれが街の名前を冠したチームに所属しているんだ。そして両チームのキャプテンが合図すると、男たちはヌメヌメのボールを囲んで円となった。やがて一人がボールを掴むと高く放り投げ、それをキャッチした青年が走り始めた。これがモブフットボールのプレー開始の合図だ。何十人もの男たちが血眼で青年を追いかけ、追走劇は3キロ以上も続いた。ボールを持つ青年が目指しているのは相手チームのキャプテンの家。青年は男たちのタックルを次々とかわし懸命に走り続けたが、ここでスタジオのヤミリ君にクエスチョン。なぜ青年はキャプテンの家を目指していたのだろうか。ミッドナイトの諸君も考えてみてくれたまえ。相手チームの家に逃げ込むわけもないし、黒い玉に武器を取りに行ったのかしら。それはガンツの話じゃないかな、ヤミリ君。正解は CM の後だぞ。青年が相手チームのキャプテンの家を目指していたのは、そこがゴールと定められていたからなんだ。だがかわいそうなことに青年がゴールを決めることはなかったようだ。それは彼が目をつぶされたから。実は1400年代のモブフットボールでは相手からボールを奪うだけでなく、二度とプレーできなくするのを良しとしていたんだ。それだけでも驚きだが、さらに奇想天外なエピソードが当時のスポーツ新聞に記されている。無数のチーム合計200人がモブフットボールのために街中に集まり、大乱闘を繰り広げた。そして記事の最後は現代のスポーツ新聞では考えられないような文言で締めくくられている。勝ったのは午後6時頃にボールを持ったチームらしい。結局参加するチームが多すぎたので、どこが勝ったのか誰にも分からなくなってしまったようだ。まさにカオスですわね。これはますます参加したくなってきましたわ。それがヤミリ君、非常に残念なんだが、モブフットボールには一つだけ厳格に守られているルールがあって、それは女性禁止というものだったんだ。お、変なところで女性差別してんじゃないですわよ。髪をむしるのやめなさい。差別と言えないこともないけど、死人が出るくらい過激なものだからね。さてここからはモブフットボールが現代のサッカーになるまでを見ていくぞ。1410年、モブフットボール取り締まりを強化しなければと考えたイングランド王ヘンリー4世はこのような声明を出した。モブフットボールなどの軽犯罪が発生した場合、20シリングの罰金を科す。
中世ヨーロッパの20シリングを日本円に換算するのは難しいが、当時のイングランドの日雇い労働者の日給は5シリングほど、つまり罰金は4日分の給料と思ってもらうと分かりやすいだろう。罰金が課せられたことによりモブフットボールの人気は下火となったが、根絶するには至らなかった。どうやらモブフットボールには罰金を払ってでもプレーしたいという熱狂的なファンがいたようだね。その後モブフットボールが近代的なスポーツの様相を見せ始めるのは1527年。その年どうしてもなくならないモブフットボールを見かねたイングランド政府が条件付きでプレーを許可する法律を制定した。それがゴールウェイ法。ゴールウェイ法の中で定められたモブフットボールをプレーする条件は2つ。武器を持ち込まないこと、そしてボールを持たず足で蹴ること。こうして試合中にナイフで刺殺されるような心配はなくなった。とはいえこの時はまだ人数制限はなく、殴ることも許されていたから突然ぶん殴られる心配はあっただろう。その後19世紀に入ってようやく暴力が禁じられ、現代のサッカーにつながっていくんだ。残念ですわ。暴力なしの安全なスポーツなんて退屈そのものじゃないですの。だけどね、がっかりすることはないよヤビリ君。モブフットボールは完全に消滅したわけではないんだぞ。言うの？実は現在もイングランドレスターシャー州ハラトン村にはモブフットボールの名残を留めた競技が行われている。それがボトルキッキングだ。木製の小さな樽を自分の陣地に持ち帰ったら勝ちというラグビーのような競技だ。ルールは特に決められていないが、武器の使用や相手の首を絞めること、それから相手の目を潰すのは禁止されている。さすがに死人が出るようなことはないものの、人数は無制限で相手をボコボコにするのは許されているそうだよ。参加してみたいと思ったミッドナイトの諸君はぜひコメント欄で教えてくれたまえ。もちろん参加する際は自己責任で頼むよ。諸君、無理せずでいいんだぞ。してよ、おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。